どうも、まほろです。今回はペーパークラフトのミニティディベアバスドラム、これをやっていきたいと思います。これは2枚になってるんで、まあ、楽器のバスドラムの方が大きいので2枚になってるみたいですね。実際本体っていうかティディベアの方はまあ前にやったのとほとんど変わらないんで、あとはまあこの羽の部分ですね、これが薄いんでね、前回これ間違って切っちゃいましたけど、今回はこれも間違わないように綺麗に切っていきたいと思います。ではやっていきたいと思います。カット終了。だいたい1時間20分ですね。やっぱり2枚になったんで時間かかりましたね。これから折り目に筋つけて組み立てていきたいと思います。2時間経過しました。カットには時間かかりましたけど、組み立てはもうやること決まってるんで結構サクサクと進むんじゃないかなと思います。あとは細かいこの新しいバスドラム系、これはどうなるかですね。まあ思ったよりはそんなに時間かからなさそうです。
完成しました。だいたい3時間半ですね。まあ紙からのカットが結構時間かかりましたけど、組み立て自体はほぼまあ前回前々回と同じだったんで、まあこの対抗が増えてるぐらいですね。ちょっと今回は微妙に白っぽいところが見えて、いまいちしっくりきてないですね。あとちょっと太鼓の支える支柱がちょっとずれちゃって、中心にしたはずなんですけどね、ちょっと位置を ずれたんかな。こっちは太鼓のバチは持ってなくて、こっち側にあるって感じですね。まあ今回は帽子の羽飾りしっかりと綺麗に切ったんで、無事に完成しました。これで3体が完成したんで、まあちょっとしたミニ楽団みたいな感じです。これバランス悪いな。やっぱりこの羽飾り失敗してるの目立ちますね、こうやって見ると。まあでもいい感じなんじゃないかな。